すごいまた立派な木。フィールドパビリオン。このコーナーでは大阪・関西万博に向けて兵庫県内で続々開設中の兵庫フィールドパビリオンを体験リポートしちゃいます。今回のフィーパビは丹波地域の緑豊かな森で遊びながら自然の大切さを学びます。アルミ缶の2人がご覧のような体験をします。今回は丹波地域にやってきました。いや自然いっぱいで気持ちがいいですね。イガグリ、いや怖い怖い。そのギャグが出ると秋が来たって感じします ね、 赤坂さん。そうですよ。こんにちは、よろしくお願いいたします。兵庫丹波の森協会笹山の森公園公園長の奥田さんが待っていてくれました。兵庫丹波の森協会っていうのはどういった団体なんですか？はい、もう見ていただいた通りの丹波地域の自然を守り、その自然と共生するそういう環境を保持していこうということで、この丹波エリアの中で4つの施設を運営している協会なんです。お、はい、4つの公園ではそれぞれ趣の違う体験が楽しめるんです。その中から今回は甲子園球場およそ66倍の広さを誇る笹山の森公園でフィーパビ体験。まずは園内をトレッキング。ここからはガイドの永井さんに案内していただきます。今の季節だと何が見れるとかありますか？ちょうどね、今ね、鳥がちょっと鳴いてます。確かに鳥の鳴き声聞こえてきた、うんうん、鳥が目覚めて、でそれでお腹空いてるので、はい、で餌をいっぱいね、もう食べようと思って、いろいろ飛んで飛んで、早い一瞬で過ぎてった。これ見れるかな。笹山の森公園には10本の散策路があり、今回は野鳥の森を目指すコース。鳥を拾わないでください。赤坂さんの友達いっぱいいますよ。すごいね。でもさすが丹波、めっちゃ大きいですね。栗が、緑がすっごい綺麗やね。またちょっとね、雨降ってたりしたから緑がすごく映えますね。あ、こういう鳥が見れるんや。うわ、いっぱいいっぱいや。シジュウカラとかハケス、はい、エナガイカル、エナガとかみたいな今流行りですよね。可愛いもんね。この植物をちょっと見てもらいたいんですけども、はいはいはい、これですね、はい、これは黒文字っていう木なんです。聞いたことある。よく高級な和菓子屋さんとかに行くと爪楊枝、そうや、黒文字っていうそれの原料になる木なんですね。でクシュクシュってやってね、はい、匂いを嗅いでみてください。クシュクシュってやって、あ、いい匂い。わあ、すごい爽やかな柑橘系というかね、すごいフレッシュな香り。枝とかをね、匂い袋みたいなのに入れて、この葉っぱをお茶にすると結構ね、いい。うわあ、こんなお茶飲んでみたいな。知らなかった。思ってるやん。いい香り。奥様が何それ。お似合い。あ、くるみの実や。途中、リスが食べたくるみの殻を見つけたり、モリアオガエルが産卵する池を見せてもらったりと、この森だからこその学びがいっぱいです。いや、これ雨だったらちょっとね、良さが伝わらないですね。と、その時、聞こえた声。鳥の声はたくさん聞けたのですが、この日はしっかりと発見はできず。
ただタイミングが良ければこんな綺麗な鳥たちに出会うことができるんだそうです。いや楽しい、もうずっとこれでいい。なかなか見つからないからこそしっかり見れた時はすごい嬉しいですね。そうですよね、感動する。宝探し気分で楽しいですね。ですよね。これはハマる人の気持ちが分かったな。さて続いてのフィーパビプログラムは杉の葉っぱ。これ公園の中に生えている杉の葉を使った草木染め体験。これをこういう風にこう。ああ、こんな感じで。これで染めるんですか。これ染めるんです。染料となる植物の採取から行うんです。カットした杉の葉をお湯で40分煮込んでいきます。すごい、色がどんどん出てきてる。これで染めるわけなんですか。すでに草木染めを体験している人も。なんかつけてる、なんかつけてる。ビー玉を模様をつけるためにつけてます、うん。ビー玉をそうやってして模様にするわけなんですね。あとおはじきの2人も早速体験開始です。絶対可愛くなりそう。わ、これほらちょっと面白いんじゃない。あー、ほんまや。どうも、いい感じ。優しい。みんなテンション上げてくれるやん。ありがとう。人にやってもらってるやん。手伝ってもらってんね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。あ、うまい。うまい、うまい、うまい。みんなすごい。他にどんなことしたか覚えてる？キャンプとかもあるの？いいね。木を登ったり。木登ったり？ツリング。いやー、子供の時にそういう経験をしとくって本当にいいよね。生地を杉の葉っぱの汁に漬け込むこと40分。うわ、こんな色になるんや。水洗いし、乾燥させればどうですか。あ、いいじゃん、ね、あ、いい、なんかいろんな柄があって、ね、おしゃれおしゃれ。わ、これもみんなの汗と化粧の賜物でございますからね。あなたの作品じゃないからね。もうまさしくやっぱりこの自然の中の木々がやっぱりこなして染め物としてまた再生されるっていうことを、ぜひ自然の豊かさを感じてもらえたらなと思いますが。なるほど。どうでしょうか。まさに今感動しております。さらにもう一つ。うわー、めっちゃ力入れますやん。豪快な薪割り体験ができるんです。これ割るんですか。そうです。ちょっと待って、マジのやつやん。筋肉めっちゃすごいですよね。そうですね。ちょっとやってみます。うわー、若坂さん、見したり見したり。どうですか。どうですか。はい、そうなんです。危なくないよう割り方もしっかり教えてもらえます。実際に割った薪でお湯を沸かしコーヒーをいただくことができます。うわ、しみる。空間とこういうところでゆっくりできる気持ちっていうか、うんね、そういったのをこう癒していただくということで。時期によっては地元で採れる野菜を使った軽食のサービスも。このプログラムに参加したらこういうこともあります。こういうことも、毎回ではないですね。はい、毎回ではないんですけれども。いただきます。はい、うん、もうホクホク。何ですかこのいい甘さ。あれ何か出ますか。出ますか。イガグリ出た。イガグリいかがですか。あ、もう最高ですね。もうこれがね、あっちの方と全然笑ってなかった。今回フィーパビで、はい、奥田さんはどういったことを伝えたいですか。やっぱり丹波の良さをですね、皆さんに体感してもらいたいと思います。確かに自然いっぱいのところなんですけども、うん、この自然を残すために我々いろんな取り組みをしながら進めてますんで、うん、ぜひ丹波に足を運んでいただいて、うん、いろんな体験をしてもらって、でそして心豊かにしてもらいたいなというふうに思います。うん、
ですが、本当私さっきお一日だけでもかなり心豊かになりました、ね、そうですか、ありがとうございます、癒された。さまざまな体験が楽しめる兵庫フィールドパビリオンは県内各地で展開中です。またフィーパビを体験してプログラムの魅力向上に向けご意見をいただく県民モニターを募集しています。最新情報は公式ホームページでご確認ください。おはようございます。いや本当にお出かけに最高の季節になっておりますよ。今日なんかこれお天気が非常に良くて、私は今北播磨に来ております。北播磨と言いますとこの辺り、はい、そしてそして皆さんこちらドン、フットパスガイドマップ、ご存知ですか。イギリス発祥のフットパスとは、森林や田園地帯、古い町並みなど地域のありのままの風景を楽しみながら歩ける小道のことなんです。北播磨県民局ではこのフットパスにおすすめのコースを5つ用意してマップの作成をしています。コースは5つありまして、そのうちの1つ、今年3月に作られましたキスミの自然散策コース、こちらをですね、このマップを片手に今から行ってきたいと思います。それでは出発。スタート地点のコミュニティセンターキスミノを出発した渡辺さん、まず見えてきたのは、あれコスモス、いや可愛い花いっぱい咲いてるよ、すごい。花見て季節を感じるってなんか自然にこれね全部こう溶け込みながらだからまた違いますよ。風に揺れるコスモスは可憐で心が癒されること間違いなしですね。いやー可愛らしいですね。ここでなんか写真なんか撮ったら花もね近くで見れますし、より可愛いですよこれは。続いて渡辺さんがやってきたのはお寺ですね。いやいいですね、天気が良くて。これは何、指定文化財って書いてる石塔ですよ。結構だからこれ時間が経ってるやつですよね。木漏れ日がねスーッと差し込んで、なかなかないですよねこういうゆっくりと今時間流れて静かでしょ。貴重な時間ですよねこういうね。うっすらと風が通ってるんですよね、いいな。うわめちゃめちゃ素敵ですよこれ。うわすごいね、綺麗、美しいですよこれ。こちらは鴨池、その名の通り昔から鴨などの渡り鳥の飛来地として知られています。冬になるとシベリア方面からカモやコハクチョウが飛来し、バードウォッチングを楽しめるんです。これまたさ、めちゃめちゃいい場所に、最高のシチュエーションにこれベンチがあるじゃないですか。いやいいなぁ。なんか鳥も飛んでるし、こんなゆっくりとこういう景色見ることってあんまないですもんね。僕今撮影で来てるけど、なんかやっぱり瞬時忘れますよそれって。すごいな、ゆったりと時間がね。え僕が一番うるさいもんね今。緩やかに歩いて季節や空気を感じる時間は大切ですね。鴨池を過ぎまして、フットパスガイドのマップから少しそれてきてるんですけど、ちょっとお昼ランチをね食べるとこと思って探してて、ここいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと行きましょうか。訪れたのはお花と緑に囲まれたおしゃれなログハウス、アルティジャーナロッソ。あこんにちは。あどうもお邪魔します。あいらっしゃいませ。あのアンティークがすごい並んでて、なんか素敵なお店ですよね。あそうですか、ありがとうございます、はい、こちらピッ
ザと、はい、あのパスタのお店っていう風に書いてそうなんですよ、はいはい、ピザがメインなんですけども、はいはいはい、もともとはピザとあのワッフルをしてました。あ、そうですか、はい、で去年ぐらいからあのパスタも始めたんですよ、はいはい、おすすめのピザっていうのは何でしょうか。そうですね、はい、一番人気はエビアボカドですね、はい、うわもう浮かぶ映画浮かびますけど、多分それをまた超えてこられるものを出していただけるんだと思うんですけど、はい、それちょっといただきたいんですけど、はい、いいですか。どうぞどうぞ、はいはい、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、お腹すいた。はい、お願いします。数あるピザメニューの中でも一番人気はエビとアボカドのクリームチーズピッツァ。オープン以来不動の1位なんだとか。はい、お待たせしました。あ、どうもありがとうございます。はい、どうぞ。うわ、いただきます。はい、どうぞ。うわ、美味しいですね、このチーズ。あ、そうですか、ありがとうございます。これがもう人気ナンバーワンですか。そうですね、私自身がもう食いしん坊なんで、はい、もうモリモリで、はい、あの具材が乗ってる方が好きなんですよ。何もかもメニューは自分が食べたいものを、はい、あの作って、で美味しかったらメニューにするっていう感じなんですよ。はい、お店のもう一つの顔、それはアンティークをメインとしたフラワーショップ。お店の隣に併設されたショップにはアンティークな空間に溶け込むドライフラワーが並びます。さらに自然豊かな小野市の魅力をより多くのお客さんに知ってほしいと、最近では竹林開発も手掛けているんです。夫婦二人三脚で竹林を切り開き、お客さんがくつろげる場所を提供しています。おお、いいでしょう。行け。そうなんですよ、お食事終わったお客様がこちらの方に、はい、あの来られて、はい、でここでちょっとこうお座りになって、はい、くつろいでいただくいうのもね、みんなが楽しく過ごせる時間をここで、はい、あの作っていけたらなとは思ってるんですけどね。素晴らしい。美味しいピザをいただいて、それでまたこのコースに戻ってまいりました。それで、すごい、あれ見て、すごいですね。うわ、見たことない。これ何の畑でしょう。一面に敷き詰められた絨毯のようなこちらは蕎麦畑。鈴なりに咲いた蕎麦の花がとっても可愛いですね。そんな畑の近くに、なんと蕎麦打ち体験ができる施設があるんです。それがこちら、 JR 小野町駅に隣接するプラットキスミノです。それでは早速蕎麦打ち体験スタート。蕎麦打ちは182-4-3包丁といって、水回しとコネの工程が最も大切とされています。その水回しとコネからやってみましょう。はい、はいはい、手続きいいです、大丈夫です。よっしゃ、もうちょっとすいません、うん、今日初めて体験したような感じじゃないですね。あ、今日初めてですよ。はい、もうそんな詐称してません。はい、また大きく前て、はい、やっぱり硬いですか。硬いです、うん、水回しとコネが終わったら続いては伸ばしです。意外と手際がいい渡辺さん。さあ、それでは切っていきましょう。倒してちょっと大きい大きい、倒しが大きい。僕はあの太いの好きなんです。そうですか、はいはい、失礼しました。そうか、結構これ、うん、パワーいります。もう少しです。もう少しや、もう少し、あと美味しい蕎麦が待ってるだけです。はい、はいはいはい、あ、はい、ありがとうございます。あ、終わりましたか、はい、ありがとうございます。初めてにしては上出来です、渡辺さん。最後に湯がいて冷やせば完成です。完成です、茹でていただきました、ありがとうございます。いえいえ、じゃあ早速いただきます。どうぞ。広がります、ね、広がります。これが蕎麦の香りですか。そうですね、お蕎麦の
本当のその純粋なその風味とかっていうのを今まで味わってなかったような感じがする、はいはい、そんな体験でした、はいはい、褒めていただいてありがとうございます。じゃあいただきます。ありがとうございます。美味しい。いや歩きましたよ。楽しかったです。あのね、乗り物に乗らない、歩いていくっていうのがね、やっぱり景色をね感じるんですよ。匂いでしょ、でこの風でしょ、やっぱりこれ歩かないとなかなかないですよ。健康にもいいですしね。ぜひですね皆さん、このフットパスガイドマップを手に北播磨散策しませんか。いいですよ。県民の皆さんの声で地域の魅力を再発見する兵庫五国連邦プロジェクト、略して U5H では、兵庫五国のもの、こと、文化、あるあるなど兵庫県にまつわるものを用いて、県にゆかりがある人ならわかる、思わず使ってみたくなることわざを募集しています。例えばイカナゴの香り、これは春の訪れを意味します。使い方は、今年は例年よりイカナゴの香りが早くなる見込みというふうに、兵庫五国ならではの特徴を使ってオリジナルのことわざを作ってください。応募期間は11月30日土曜日まで。審査で選ばれたことわざは U5H ことわざ辞典デジタルブックに掲載します。詳しくは U5H ことわざ辞典で検索してください。11月5日火曜日は世界津波の日。この日の午前10時から令和6年度兵庫県津波一斉避難訓練を実施します。これは南海トラフ地震や日本海沿岸地域地震の発生に備え、津波の浸水が想定される区域内における避難に特化した訓練です。対象地域では緊急速報メールに対応している携帯電話をお持ちの方に対して、マナーモードであっても警報音が鳴り、避難を呼びかけるメールが送られます。ぜひこの機会に津波からの避難について今一度確認してみてください。詳しくは兵庫県津波一斉避難訓練で検索してください。以上、兵庫県からのお知らせでした。今週のプレゼントは、令和6年度産丹波篠山コシヒカリ篠山っ子2キロを5人の方に。丹波篠山の恵まれた自然の中で大切に育てられた美味しい新米です。ご応募はハガキ、ファックス、番組公式ホームページと X から。締め切りは11月6日水曜日着。たくさんのご応募お待ちしています。